秋、芥川龍之介。信子は女子大学にいた時から再演の名声を担っていた。彼女が早晩作家として分断に打って出ることはほとんど誰も疑わなかった。中には彼女が在学中、すでに三百何枚かの自助伝体小説を書き上げたなどと不意調して歩くものもあった。 が、学校を卒業してみると、まだ女学校も出ていない妹のテルコと彼女とを抱えて、語家を立て通してきた母の手前も、そうはわがままを言われない複雑な事情もないではなかった。そこで彼女は創作を始める前に、まず世間の習慣通り、縁談から決めてかかるべく余儀なくされた。彼女には、 春吉といういとこがあった。彼は当時まだ大学の文化に席を置いていたが、やはり将来は作家仲間に身を投ずる意思があるらしかった。信子はこのいとこの大学生と昔から親しく往来していた。それが互いに文学という共通の話題ができてからはいよいよ親しみが増したようであった。ただ、 彼は信子と違って、当世流行のトルストイズムなどには一向敬意を表さなかった。そうして、四十フランス仕込みの皮肉やケー約ばかり並べていた。こういう春吉の霊書的な態度は、時々万事真面目な信子を怒らせてしまうことがあった。が、彼女は怒りながらも、 春吉の皮肉や稽向の中に何か軽蔑できないものを感じないわけにはいかなかった。だから彼女は在学中も彼と一緒に展覧会や音楽会へ行くことが稀ではなかった。もっとも大抵そんな時には妹の照子も一緒であった。彼ら三人は行きも帰りも気兼ねなく笑ったり話したりした。 妹の輝子だけは時々話の圏外へ置き去りにされることもあったそれでも輝子は子供らしく飾り窓の中のパラソルや絹のショールを覗き歩いて格別観客されたことを不平に思ってもいないらしかった信子はしかしそれに気がつくと必ず話題を転換してすぐにまた元の通り 妹にも口をきかせようとした。そのくせ、まず照子を忘れる者はいつも信子自身であった。俊吉はすべてに無頓着なのか、相変わらず気の利いた冗談ばかり投げつけながら、目まぐるしい往来の人通りの中を大股にゆっくり歩いていった。信子といとこの間柄は、 もちろん誰の目に見ても、来たるべき彼らの結婚を予想させるのに十分であった。同窓たちは彼女の未来を天出に羨んだり妬んだりした。ことに俊吉を知らない者は、滑稽というより他はないが、一層これが甚だしかった。信子もまた、一方では彼らの推測を打ち消しながら、 他方ではその確かなことをそれとなく恋にほのめかせたりした。した従って同窓たちの頭の中には彼らが学校を出るまでの間にいつか彼女と俊吉との姿があたかも神父新郎の写真のごとく一緒にはっきり焼き付けられていた。ところが学校を卒業すると 信子は彼らの予期に反して大阪のある商事会社へ近頃勤務することになった交渉出身の青年と突然結婚してしまったそうして式後に三日してから新婦と一緒に勤め先の大阪へ向けて立ってしまったその時中央停車場へ見送りに行った者の,の話によると 信子はいつもと変わりなく晴れ晴れした微笑を浮かべながら、ともすれば涙を落としがちな妹のてるこをいろいろと慰めていたということであった。同窓たちは皆不思議がった。その不思議がある心の中には、妙に嬉しい感情と、前とは全然違った意味で妬ましい感情とが混じっていた。あるものは、 彼女を信頼してすべてを母親の意思に記した。またある者は彼女を疑って心変わりがしたとも言いふらした。が、それらの解釈が結局想像に過ぎないことは彼ら自身さえ知らないわけではなかった。彼女はなぜ春吉と結婚しなかったか。彼らはその後、 しばらくの間、夜ると触ると、重大らしく、必ずこの疑問を話題にした。そうして、かれこれ二月ばかり経つと、まったく信子を忘れてしまった。もちろん、彼女が書くはずだった、長編小説の噂なども。信子はその間に、大阪の郊外へ、 幸福なるべき新家庭を作った。彼らの家は、その界隈でも最も歓声な松林にあった。松ヤニの匂いと、日の光と、それがいつでも夫の留守は、二階建ての新しい借家の中に、生き生きした沈黙を漁していた。信子はそういう寂しい午後、時々理由もなく気が沈むと、 と針箱の引き出しを開けてはその底に畳んでしまってある桃色の書簡線を広げてみた書簡線の上にはこんなことがこそぼそとペンで書いてあったもう今日限りお姉さまとご一緒にいることができないと思うとこれを書いている間でさえとめどなく涙があふれてきますお姉様 どうか、どうか、私をお許しください。照子は、もったいないお姉様の犠牲の前に、何と申し上げてよいかもわからずにおります。お姉様は私のために、今度のご縁談をお決めになりました。そうではないとおっしゃっても、私にはよくわかっております。いつぞや、ご一緒に帝劇を見物した晩、 お姉さま私に、俊さんは好きかとお聞きになりました。それからまた、好きならば、お姉さまがきっと骨を折るから、しゅんさんのところへ行けともおっしゃいました。あの時、もうお姉さまは、私が俊さんに差し上げるはずの手紙を読んでいらしたのでしょう。あの手紙がなくなった時、本当に私は、 お姉さまをお恨めしく思いました。ごめん遊ばせ。このことだけでも私はどのくらい申し訳がないかわかりません。ですからその晩も私にはお姉さまの親切なお言葉も皮肉のような気さえいたしました。私が怒ってお返事らしいお返事もろくにいたさなかったことは もちろんお忘れになりもなさりますまい。けれどもあれから二三日経って、お姉さまのご縁談が急に決まってしまったとき、私はそれこそ、死んででもお詫びをしようかと思いました。お姉さまも俊さんがお好きなのでございますもの。お隠しになってはいや、私はよく存じておりましてよ。 私のことさえお構いにならなければ、きっとご自分が春さんのところへいらしたのに違いございません。それでもお姉様は、私に、春さんなぞは思っていないと、何度も繰り返しておっしゃいました。そうして、とうとう心にもないご結婚をなすっておしまいになりました。私の大事なお姉様、ま、 私が今日鶏を抱いてきて大阪いらっしゃるお姉さまにご挨拶をなさいと申したことをまだ覚えていらっしって私は飼っている鶏にも私と一緒にお姉さまへお詫びを申してもらいたかったのそうしたら何もご存じないお母さままでお泣きになりましたのねお姉さま、もう明日は 大阪へいらしておしまいなさるでしょう。けれどもどうかいつまでもお姉さまの照子を見捨てずにちょうだい。照子は毎朝鶏に餌をやりながらお姉さまのことを思い出して誰にも知れず泣いています。信子はこの少女らしい手紙を読むごとに必ず涙がにじんできた。 ことに、中央停車場から汽車に乗ろうとする間際、そっとこの手紙を彼女に渡したテル子の姿を思い出すと、何とも言われずにいじらしかった。が、彼女の結婚は、果たして妹の想像通り、全然犠牲的なそれであろうか。そう疑いを挟むことは、涙の後の彼女の心へ、 重苦しい気持ちを広げがちであった信子はこの重苦しさを避けるために大抵はじっと快い鑑賞の中に浸っていたそのうちに外の松林へ一面に当たった日の光がだんだん黄ばんだ暮れ形の色に変わっていくのを眺めながら結婚後 かれこれ見つけばかりはあらゆる新婚の夫婦のごとく彼らもまた幸福な日を送った夫はどこか女性的な口数を聞かない人物であったそれが毎日会社から帰ってくると必ず晩飯後の何時間かは信子と一緒に過ごすことにしていた信子は編み物の針を動かしながら 近頃世間に騒がれている小説や戯曲の話などもした。その話の中には、時によると、キリスト教の匂いのする女子大学趣味の人生観が織り込まれていることもあった。夫は晩酌の方をあからめたまま、読みかけた勇敢を膝へ乗せて、珍しそうに耳を傾けていた。が、 彼自身の意見らしいものは一言も加えたことがなかった。彼らはまたほとんど日曜ごとに大阪やその近郊の遊覧地へ帰山じな一日を暮らしに行った。信子は汽車電車へ乗るたびにどこでも飲食することをはばからない関西人がみない癒しく見えた。それだけおとなしい夫の態度が 格段に上品なのを嬉しく感じた。実際、身綺麗な夫の姿は、そういう人中に混じっていると、帽子からも、背広からも、あるいはまた、赤皮の網上げからも、化粧石鹸の匂いに似た、一種精神な雰囲気を放散させているようであった。ことに夏の休暇中、舞妓まで足を伸ばしたときには、 同じ茶屋に着合わせた夫の同僚たちに比べてみて、一層誇りがましいような心持ちがせずにはいられなかった。が、夫はその下た同僚たちに、存外親しみを持っているらしかった。そのうちに、信子は長い間捨ててあった創作を思い出した。そこで、夫の留守のうちだけ、一、二時間ずつ、 机に向かうことにした。夫はその話を聞くと、いよいよ女流作家になるかね、と言って、優しい口元に薄笑いを見せた。しかし、机には向かうにしても、思いのほか、ペンは進まなかった。彼女はぼんやり頬杖をついて、炎天の松林の蝉の声に、我知れず、 耳を傾けている彼女自身を見出しがちであった。ところが残暑が初秋へ振り変わろうとする時分、夫はある日会社の出掛けに汗じみた襟を取り替えようとした。が、あいにく襟は一本残らず洗濯屋の手に渡っていた。夫は日頃見綺麗なだけに、 不快らしく顔を曇らせた。そうしてズボン釣りをかけながら、小説ばかり書いていちゃ困る、といつになく嫌味を言った。信子は黙って目を伏せて、上着の誇りを払っていた。それから二三日過ぎたある夜、夫は勇敢に出ていた食料問題から、 月々の経費をもう少し軽減できないものかと言い出した。お前だっていつまでも女学生じゃあるまいし、そんなことも口へ出した。信子は気のない返事をしながら、夫の襟飾りの炉ざしをしていた。すると夫は意外なくらい必要に、その襟飾りにしてもさ、 買う方がかえって安くつくじゃないか。と、やはりネチネチした調子で言った。彼女はなおさら口がきけなくなった。夫もしまいにはしらけた顔をして、つまらなさそうに商売向きの雑誌か何かばかり読んでいた。が、寝室の伝統を消してから、のぶこは夫に背を向けたまま、 もう小説なんぞ書きません」とささやくような声で言った夫はそれでも黙っていたしばらくして彼女は同じ言葉を前よりもかすかに繰り返したそれから間もなく泣く声が漏れた夫は二言三言彼女を叱った そのあとでも彼女のすすり泣きはまだ大々に聞こえていたが信子はいつの間にかしっかりと夫にすがっていた翌日彼らはまた元の通り仲のいい夫婦に帰っていたと思うと今度は十二時過ぎてもまだ夫が会社から帰ってこない晩があった しかもようやく帰ってくると、雨街灯も一人では脱げないほど、酒臭い匂いを呼吸していた。信子は眉を潜めながら、海外しく夫に着替えさせた。夫はそれにもかかわらず、回らない下で皮肉さえ言った。今夜は僕が帰らなかったから、よっぽど小説がはかどったろう。 そういう言葉が何度となく女のような口から出た。彼女はその晩床に入ると思わず涙がほろほろ落ちた。こんなところをテルコが見たらどんなに一緒に泣いてくれるであろう。テルコ、テルコ、私が頼りに思うのはたったお前一人きりだ。 信子は度々心の中でこう妹に呼びかけながら夫の酒臭い寝息に苦しまされてほとんど余裕まんじりともせずに寝返りばかり打っていったがそれもまた翌日になると自然と仲直りが出来上がっていたそんなことが何度か繰り返されるうちに だだんだん秋が深くなってきた信子はいつか机に向かってペンを取ることが稀になったその時にはもう夫の方も前ほど彼女の文学団を珍しがらないようになっていた彼らは夜ごとに長火鉢を隔ててさまつな家庭の経済の話に時間を潰すことを覚え出した その上、またこういう話題は、少なくとも晩酌後の夫にとって、最も興味があるらしかった。それでも信子は気の毒そうに、時々夫の顔色を伺ってみることがあった。が、彼は何も知らず、近頃伸ばしたひげを噛みながらいつもよりよほど快活に、 これで子供でもできてみると、謎と考え考え話していた。すると、その頃から月々の雑誌にいとこの名前が見えるようになった。信子は結婚後、忘れたように春吉との文通を立っていた。ただ、彼の同性は、 大学の文化を卒業したとか、同人雑誌を始めたとかいうことは、妹から手紙で知るだけであった。また、それ以上彼のことを知りたいという気も起こさなかった。が、彼の小説が雑誌に載っているのを見ると、懐かしさは昔と同じであった。彼女はそのページをはぐりながら、何度も一人、 微笑を漏らした。俊吉はやはり小説の中でも霊匠と改虐との二つの武器を宮本武蔵のように使っていた彼女にはしかし気のせいかその軽快な皮肉の後ろに何か今までのいとこにはない寂しそうな捨て鉢の調子が潜んでいるように思われた。 と同時にそう思うことが後ろめたいような気もしないではなかった信子はそれ以来夫に対して一層優しく振る舞うようになった夫は夜寒の長火鉢の向こうにいつも晴れ晴れと微笑している彼女の顔を見いだしたその顔は以前より若々しく 化粧をしているのが常であった。彼女は、針仕事の店を広げながら、彼らが東京で式を挙げた当時の記憶なども話したりした。夫には、その記憶の細かいのが意外でもあり、嬉しそうでもあった。お前はよくそんなことまで覚えてるね。夫にこうからかわれると、 信子は必ず無言のまま目にだけ媚びのある返事を見せたがなぜそれほど忘れずにいるか彼女自身も心の内では不思議に思うことがたびたびあったそれからほどなく母の手紙が信子に妹の結納が済んだということを報じてきた その手紙の中にはまた、春吉がテルコを迎えるために、山の手のある郊外へ新居を設けたことも付け加えてあった。彼女は早速、母と妹とへ、長い祝いの手紙を書いた。何分、当方は無人ゆえ、四季には不本意ながら、参りかねそうらえども。そんな文句を書いているうちに、 彼女にはなぜかわからなかったが筆の渋ることも再三あったすると彼女は目を上げて必ず外の松林を眺めた松は初冬の空のもとにそうそうと青黒く茂っていたその晩信子と夫とは照子の結婚を話題にした 夫はいつもの薄笑いを浮かべながら彼女が妹の口真似をするのを面白そうに聞いていた。が彼女にはなんとなく彼女自身に照子の話をしているような心持ちがした。どれ寝るかな二三時間の後夫は柔らかな髭をなでながら タイギそうに長火鉢の前を離れた。信子は、まだ妹へ祝ってある品を消しかねて、火箸で灰文字を書いていたが、この時、急に顔を上げて、でも妙なものね。私にも弟が一人できるのだと思うと、と言った。当たり前じゃないか。妹もいるんだから。 彼女は夫にこう言われても感慨深い目つきをしたまま何とも返事をしなかった照子と俊吉とは師走の中旬に式を挙げた当日は昼少し前からチラチラ白いものが落ち始めた信子は一人昼の食事を済ませたあと 「いつまでもその時の魚のにおいが口について離れなかった」「東京も雪が降っているかしら」「こんなことを考えながら信子はじっと薄暗い茶の間の長火鉢にもたれていた」「雪がいよいよ激しくなった」が「が甲虫の生臭さはやはりシュー 消えなかった。信子はその翌年の秋、社名を帯びた夫と一緒に、久しぶりで東京の土を踏んだ。が、短い日限内に、果たすべき用向きの多かった夫は、ただ彼女の母親のところへ、気早々顔を出した時のほかは、ほとんど一日も、 彼女を連れて外出する機会を見出さなかった。彼女はそこで妹夫婦の郊外の新居を訪ねるときも深海じ,じみた電車の終点からたった一人車に揺られていった。彼らの家は街並みがネギ畑に移る近くにあった。しかし隣近所にはいずれも借屋らしい新築が せせこましく軒を並べていった。軒内の門、金目餅の柿、それから竿に干した洗濯物、すべてがどの家も変わりはなかった。この平凡な住まいの様子は、多少信子を失望させた。が、彼女が案内を求めたとき、声に応じて出てきたのは、 意外にもいとこの方であった。春吉は以前と同じように、この陳客の顔を見ると、やあと快活な声を上げた。彼女は彼がいつの間にか、いがぐり頭で亡くなったのを見た。しばらく。さあ、お上がり。あいにく僕一人だが。てるこは留守 使いに行った、女中も。信子は妙に恥ずかしさを感じながら、派手な裏のついたコートをそっと玄関の隅に脱いだ。俊吉は彼女を書斎兼逆間の八丈へ座らせた。座敷の中にはどこを見ても本ばかり乱雑に積んであった。ことに、 午後の日の当たった障子際の小さな下の机の周りには、新聞雑誌や原稿用紙が手のつけようもないほど散らかっていた。その中に若い細君の存在を語っているものは、ただ床の間の壁に立てかけた新しい一面のことだけであった。信子はこういう周囲から、 しばらく物珍しい目を離さなかった。来ることは手紙で知っていたけれど、今日来ようとは思わなかった。春吉は巻きたばこへ火をつけると、さすがに懐かしそうな目つきをした。どうです大阪のご生活は春さんこそいかが幸せ のぶこもまた、ふたことみこと話すうちに、やはり昔のような懐かしさがよみがえってくるのを意識した。文通さえろくにしなかった、かれこれ二年越しの気まずい記憶は、思ったより彼女をわずらわさなかった。彼らは、ひとつ火鉢に手をかざしながら、いろいろなことを話し合った。春吉の小説だの、 共通な知人の噂だの、東京と大阪との比較だの、話題はいくら話しても尽きないくらいたくさんあった。が、二人とも言い合わせたように、全然暮らし向きの問題には触れなかった。それが信子には、一層いとこと話しているという感じを強くさせた。時々は、 しかし沈黙が二人の間に来ることもあった。その度に彼女は微笑したまま目を火鉢の灰に落とした。そこには待つとは言えないほどかすかに何かを待つ心持ちがあった。すると恋か偶然か俊吉はすぐに話題を見つけていつもその心持ちを打ち破った。 彼女は次第に、いとこの顔をうかがわずにはいられなくなった。が、彼は平然と巻きたばこの煙を呼吸しながら、格別不自然な表情を装っている景色も見えなかった。そのうちに、てるこが帰ってきた。彼女は姉の顔を見ると、手を取り合わないばかりに嬉しがった。 信子も唇は笑いながら、目にはいつかもう涙があった。二人はしばらくは春吉も忘れて、去年以来の生活を互いに尋ねたり、尋ねられたりしていた。ことに照子は生き生きと血の色を頬に透かせながら、今でも飼っている鶏のことまで話して聞かせることを忘れなかった。 春吉は巻きたばこをくわえたまま満足そうに二人を眺めて相変わらずにやにや笑っていったそこへ女中も帰ってきた春吉はその女中の手から何枚かの葉書を受け取ると早速そばの机へ向かってせっせとペンを動かし始めたテルコは 女中も留守だったことが、意外らしい景色を見せた。じゃあ、お姉さまがいらしたときは、どれも家にいなかったのええ、俊んさんだけ。信子はこう答えることが、平気を強いるような心持ちがした。すると、俊吉が向こうを向いたなり。旦那様に感謝しろ。 その茶も僕が入れたんだ、と言った。テルコは姉と目を見合わせて、いたずらそうにくすりと笑った。が、夫にはわざとらしく、何とも返事をしなかった。まもなくのぶこは、妹夫婦と一緒に、晩飯の食卓を囲むことになった。テルコの説明するところによると、 全に上がった卵は皆家のニワトリが産んだものであった。俊吉は信子に武道士を勧めながら、人間の生活は略奪で持っているんだね。章はこの卵から、謎と社会主義じみた理屈を並べたりした。そのくせ、ここにいる三人の中で、 一番卵に愛着のあるのは、春吉自身に違いなかった。照子はそれがおかしいと言って、子供のような笑い声を立てた。暢子はこういう食卓の空気にも、遠い松林の中にある、寂しい茶の間の暮れ方を思い出さずにいられなかった。話は、 食後の果物を終わらした後も尽きなかった。微水を帯びた春吉は夜長の伝統の下にあぐらをかいて、盛んに彼一流の奇弁を弄した。その談論風発がもう一度信子を若返らせた。彼女は熱のある目つきをして、私も小説を書き出そうかしら、と言った。 するといとこは返事をする代わりに、グールモンのケー約を放りつけた。それは、ミューズたちは女だから、彼らを自由に虜にするものは男だけだ、という言葉であった。信子とてることは同盟して、グールモンの権威を認めなかった。じゃあ、女でなけりゃ音楽家になれなくって アポロは男じゃありませんか。テルコは真面目にこんなことまで言った。その糸間に夜がふけた。信子はとうとう止まることになった。寝る前に春吉は縁側の雨戸を一枚焼けて、寝巻きのまま狭い庭へ降りた。それから誰を呼ぶともなく、 ちょいと出てごらん。いい月だから。と声をかけた。信子は一人彼の後ろから靴脱ぎの庭下へ足を下ろした。足袋を脱いだ彼女の足には冷たい露の感じがあった。月は庭の隅にある痩せがれたヒノキの小杖にあった。 いとこはその檜の木の下に立って、薄明るい夜空を眺めていた。大変草が生えているのね。信子は荒れた庭を気味悪そうに、おずおず彼のいる方へ歩み寄った。が、まあ、彼はやはり空を見ながら、十三夜かなあ、とつぶやいただけであった。 しばらく沈黙が続いた後、春吉は静かに目を返して、鳥小屋行ってみようか、と言った。信子は黙ってうなずいた。鳥小屋は、ちょうど欅とは反対の庭の隅にあった。二人は肩を並べながら、ゆっくりそこまで歩いて行った。しかし、 むしろ囲いのうちにはただニワトリのにおいのするおぼろげな光と影ばかりがあった俊吉はその小屋をのぞいてみてほとんど独り言とかと思うように「寝ている」と彼女にささやいた「卵を人に取られたニワトリが」信子は 草の中に佇んだままそう考えずにはいられなかった二人が庭から帰ってくると照子は夫の机の前にぼんやり電灯を眺めていた青い横ばいがたった一つ傘に張っている電灯を翌朝 春吉は一丁らの背広を着て、食後早々玄関へ行った。何でも、防御の一周期の母さんをするのだとかいうことであった。いいかい待っているんだぜ。昼頃までにゃ、きっと帰ってくるから。彼は街灯を引っ掛けながら、こうの子に念を押した。が、まあ、彼女は、華奢な手に彼の中折れを持ったまま、 黙って微笑したばかりであった。テルコは夫を送り出すと、姉を長火鉢の向こうに生じて、まめまめしく茶を勧めなどした。隣の奥さんの話、訪問記者の話、それから春吉と見に行ったある外国の歌劇団の話、その他愉快なるべき話題が、 彼女にはまだ色々あるらしかった。が、信子の心は沈んでいた。彼女はふと気がつくといつもいい加減な返事ばかりしている彼女自身がそこにあった。それがとうとうしまいには、て子の目にさえ止まるようになった。妹は心配そうに彼女の顔を覗き込んで、 どうしてと尋ねてくれたりした。しかし、のぶこにもどうしたのだか、はっきりしたことはわからなかった。柱時計が十時を打ったとき、のぶこは物うそうな目をあげて、しゅんさんはなかなか帰りそうもないわね、と言った。てるこも姉の言葉に連れて、 ちょいと時計を仰いだが、これは存外冷淡に、まだ、とだけしか答えなかった。信子にはその言葉の中に、夫の愛に飽き足りている新妻の心があるような気がした。そう思うといよいよ彼女の気持ちは、憂鬱に傾かずにはいられなかった。 てるさんは幸せね。のぶこは、あごを半襟にうずめながら、冗談のようにこう言った。が、自然とそこへ忍び込んだ、まじめな戦法の調子だけは、どうすることもできなかった。てるこはしかし、無邪気らしく、やはり生き生きと微笑しながら、覚えていらっしゃいと、にらむ真似をした。 それからすぐにまた、お姉様だって幸せなくせに、と甘えるように付け加えた。その言葉がピシリと信子を打った。彼女は心持ちまぶたを上げて、そう思って、と問い返した。問い返してすぐに後悔した。照子は、 一瞬間妙な顔をして、姉と目を見合わせた。その顔にもまた、覆いがたい後悔の心が動いていた。信子は強いて微笑した。そう思われるだけでも幸せね。二人の間には沈黙が来た。彼らは、 柱時計の時を刻む下に、長火鉢の鉄瓶がたぎる音を、聞くともなく、聞きすませていた。でも、お兄様は、お優しくはなくってやがててる子は小さな声で、恐る恐るこう尋ねた。その声の中には、明らかに気の毒そうな響きがこもっていた。が、 この場合信子の心は何よりも憐憫を反発した彼女は新聞を膝の上へ載せてそれに目を落としたなりわざと何とも答えなかった新聞には大阪と同じように米価問題が掲げてあったそのうちに 静かな茶の間の中には、かすかに人の泣く気配が聞こえ出した。信子は新聞から目を離して、たもとを顔に当てた妹を、長火鉢の向こうに見出した。泣かなくったっていいのよ。照子は姉にそう慰められても、容易に泣きやもうとはしなかった。信子は、 残酷な喜びを感じながら、しばらくは妹の震える方へ、無言の視線を注いでいた。それから、女中の耳をはばかるように、テル子の方へ顔をやりながら、悪かったら私が謝るわ。私はテルさんさえ幸せなら何よりありがたいと思っているの。本当よ シュンさんがテルさんを愛していてくれれば、と低い声で言い続けた。言い続けるうちに彼女の声も彼女自身の言葉に動かされてだんだん感傷的になり始めた。すると突然テル子は袖を落として涙に濡れている顔を上げた。彼女の目の中には 意外なことに、悲しみも怒りも見えなかった。が、ただ、抑えきれない嫉妬の情が、燃えるように瞳をほてらせていた。じゃあ、お姉さまは、お姉さまはなぜゆうべも、てる子は皆まで言わないうちに、また顔を袖にうずめて、 発作的に激しく泣き始めた。二三時間の後、信子は電車の終点に急ぐべく、ホロ車の上に揺られていた。彼女の目に入る外の世界は、全部のホロを切り抜いた、四角なセルロイドの窓だけであった。そこには、バスへらしい家々と、 色づいた雑木の小嶺とがおもむろにしかも絶え間なく後ろへ後ろへと流れていったもしその中に一つでも動かないものがあればそれは薄雲を漂わせた冷ややかな秋の空だけであった彼女の心は静かであったが その静かさを支配する者は寂しい諦めにほかならなかった照子の発作が終わったあと若井は新しい涙とともにたやすく二人を元のとおり仲のいい姉妹に返していったしかし事実は事実として今でも暢子の心を離れなかった 彼女はいとこの帰りも待たず、この車上に身を託したとき、すでに妹とは永久に他人になったような心持ちが、意地悪く彼女の胸の中に氷を張らせていたのであった。信子はふと目をあげた。そのとき、セルロイドの窓の中には、 ゴミゴミした街を歩いてくる、杖を抱えたいとこの姿が見えた。彼女の心は動揺した。車を止めようか、それともこのまま行き違うか。彼女は動機を抑えながら、しばらくはただ、ホロの下に虚しい春巡を重ねていた。が、まあ、春吉と彼女との距離は、 みるみるうちに近くなってきた。彼は、薄火の光を浴びて、水たまりの多い往来に、ゆっくりと靴を運んでいた。春さんそういう声が一瞬間、信子の唇から漏れようとした。実際、春吉は、その時もう、彼女の車のすぐそばに、 見慣れた姿を笑わしていた。が、彼女はまたためらった。そのいとまに、何も知らない彼は、とうとうこの滅車とすれ違った。薄濁った空、まばらな柳、高い木々の黄ばんだ小杖、 後には相変わらず人通りの少ないバスへの街があるばかりであった秋信子は薄ら寒いほろの下に全身で寂しさを感じながらしみじみこう思わずにいられなかった。